にわかが語っていいですかはいというわけで、にわかが語っていいですか、はい、桜井と岩野です。よろしくお願いします。いや、ちょっとなんかね、じゃ実はいつもこれ、すっごい鳥だめしてるやんか、2人で。はい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 。で、今日久々に撮るから、うん、なんか、すごいこう、なんかわからんけど、撮る前になんかお風呂入っちゃって。<laughs> な <laughs> 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 なん一回きれいさっぱりみたいなちょっといやなんかちょっとお風呂入ってあれなんかあれと思ってなんかちょっとドキドキしちゃっていやこれもう言うたらあれやけどまだ8時やで夜のいやまあそうなんですけどねあのね <laughs> いや <laughs> 聞いてくださいよ僕今あれなんですよあのー。 ルームシェアをしておりましてうん、うん、一軒家にねであの同居の人がもう今はもうホテルに隔離してホテル住まいなんですけどその人は一応ねあのコロナの陽性が出てしまってあららら,らで濃厚接触者ということでなんか言ってたらそういうことが同居人の方やったんやそうそうそうで、まあ、一応俺は検査して PCR でまあ俺はえっと陰性やったんやけどうん、うん 別に何のあれもなくないけどでも一応ね自宅隔離をしてくださいということで仕事もちょっと34本ちょっと休むことになってとかいろいろこうなってね<ー>いや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 それでなんか本当に家でずっとぼっとして、うん、いやーなんかあれなんなの不思議やね家でじーっとしてると逆に何にも調べる気しないっていうなんだよいやそれね俺も自宅待機経験あるからさ その気持ちいやめっちゃ読書できるとかさめっちゃいろいろできるって考えないけど意外とね意外あれ何なんですかねああいやすごく無駄に使っちゃうよねそう,そうやねもうただただぼーっとしてやっぱり締め切りに終われると人間もやる気でやるこの行動のパターンと一緒でやっぱそういうこと多分いや何かやらなあかんと思った方が人間やるんやろな まあそうなんやろうな。いやーそう、それでね、なんか、ね、やることなくじーっとしてて、まあとだ、まあ、半分ぐらい、だと4日間、<laughs> 今日合わせて4日ぐらいか。はい、そんなことはいいんですよ。はい、そんなことはいいんですけれども、はい。前置き長くなりましたが、この放送は、われわれのにわかの知識をひけらか,ひけらかしやって、えー、そして、ああでもない、はい、こうでもないと言いながら、えー、視聴者様の、この知識の最初の、この上積みだけをこう、ね、すくってあげるという。 知的好奇心だけくすぐってすぐ逃げるっていう、はいえー、専門家の方や有識者の方は、まあ、ご指摘いただくのはもうすごい大歓迎ですし、えーまあ、あのよくわからないことたくさん喋ってるので、えー、皆さん絶対に調べてくださいお願いします <laughs> という放送ですけれどもはい、はい、今日は何やる？今の分がということで今日はですね、うん、以前ね昔にねマー君にちらっと話したことがある、うん、まあ偉人なんですけどお偉人ねいいよ えー、今日お話ししたいのは、うん、エバリスト・ガロアというねああガロアねガロアさんガロアねっつったけどうん、うん、うっさらからでも言うてまあ知ってる人は知ってるらしいガロアさんっていうのは、えー、まあ俺は数学 えっと、関係の人とか、まあ、天才みたいな人のなんか概要しか全然知らないから、この人が、えー、具体的にどんなこととか言われてもなんかちゃんと言えないんだけど、このエヴァリスト・ガロアさんって人は、ごめんなさい、数学者の人なんですよ。うん。そうそうそう。まあ、天才数学者の人で、うんうん、まあ、その人のね、あのー、まあ、数学の偉業は置いといて、えー、生き様っていうんかな。はいはいはい。やったことの大きさよりもな。<laughs> そう、この人の熱く熱く、もうたぎるような短く太い情熱の人生っていうのが、もうめっちゃくちゃかっこいいのよ。え、どんなやったっけな、ほんまに。俺はもうガロアになりたい。ほんとにガロアになりたい。<laughs> たい私はガロアになりたい。え、<laughs> ど,んどん自宅待機で外に開いていってるやん。いや、そうですよ。 めちゃくちゃかっこいいんで、ちょっとガロアというね、うん、もう数学のややこしい話はもういいですけども、どんなね、すごい情熱の生き様を、えー、激動の人生をね、歩んだかってことをね、今日はね、えー、皆さんにちょっと知っていただきたいなと思いまして。お願いします。えー、まあ、まずは概要ですね。えー、<laughs> いつの時代の人なのかっていうことなんですけども、えー、1811年に生まれます。ねうん、そうです。えー、のフランス・パリに生まれます。 パリ郊外だったかな、まあ、田舎の方なんですけど、えー、ちょうどね時代はフランス革命直後でいわゆるこう、えー、世界史的に言うとこう王政復古って言ってこうナポレオンがこう支配してたこうフランスっていうのがこう一回終わって王様たちがこう支配する、まあ、時代がちょうど来た時の。 えー、生まれなんですよガロワさんっていうのは。で、まあ、イエズス会の影響がすごい強かったりとか、はいまあ、保守的保守派とか、まあ、あとはすごい宗教的な思想がすごいこう国中をこう、えー、包んでる状態だったんですよ。で、えー、このガロワっていう人は、まあ、すごい勉強できる人だったんだけど。えー これね、その時代背景もすごく大事なんやけど、うん、そういう宗教とかそういう保守派とかイエズス会とかまあ王せ王王族っていうものがすごくこう、えー、ななんていうかこう支配しているフランスの国の状況だったから、意外とねああいうね学問とかねそういうものがあんまりこう重要視されてなかった時代なんですよ。なるほど。なんですよ、まあうん、うん、君主 主義っていうんかなそういう王様とか神様に対する信仰心の厚い、まあ、国の全体の雰囲気っていうんかなの時代のまあ話なんですよ。でこのガロワさんっていうのは一応ね数学的な偉業について触れておくとそ、うん、そうやねね確かにそれも、ね、ガロワ理論っていうものをまあ構築した人なんですよ。でガロワ理論っていうのはまあ、えーまあ、いわゆるも数学のもうだいぶ基盤基礎の基礎。 のような、えー、理論で、えー、今あるね、物理学の世界ですね。だから相対性理論とか量子力学みたいな、ね、そういう近代物理学の、えー、内容とか論文をこう記述るするために使うツール。まあ言ってみれば言語みたいなもんなのかな。まあ言ってみれば表記する、こう記述するためのツールの、うん、えー、を、 え考えたた人、人発明した人なんですよでも今,今でもずっと生き続けてる大事なもう初期の言語みたいなもんやもんなそうそうそうそれがないと相対性理論とか量子理学っていうのはこう記述できなかったって言われてるぐらいまあすごいこう、まあ、ある種ガロア理論っていうまあ学問の一部をこうまあ発明しはって、うん、まあ現代数学の扉を開いたって言われてる人なんですよものすごい、ほん 本当に数学的な権威のある方やな、いわれる。そう,う基盤の基盤。だから二十世紀とか二十一世紀のもうありとあらゆる科学分野にも絶大な影響を与えたっていうのが、うん、まあこのガロア理論。でそのガロア理論を作ったのがこのエヴァリスト・ガロアさんっていう人なんですよ。はいはいはい。まあこれが数学におけるこの人のまあ偉業というか、うん、もうちょっともう数学に対して詳しい人はわかるけど、僕はねあんまりも数学ちょっと詳しくないんで、まあとにかくすげえ人みたいな。強なでも絶対な。数学的な人、うん、で。 そうさっき言ったようにこのガロアが、えー、若い頃10代の頃に、うん、学校みたいなところに入って、はい、その頃はねまだ数学っていう分野自体もそんなにこう発展してなかったんてそんな重要な学問って思われてなかったんてまあでも生きていく上ではって思っちゃうもんな言って。 そうあんまりだから数学自体がそんな発展してなかったよねその時にまあガロアは、えー、と数学っていうものに例えば数字以外のこう、まあ、大数学っていうねんけどそういう他のなんか文字とかを取り入れたりとかしてはい、はい、数学をこう発展させるってことをまあ後々考えていくんだけど10代の頃にこの数学おもろってガロア自身はなって、はい、ちょっと俺これめちゃくちゃ勉強しようってガロア自身も勉強を始めんねんな。はい で、17歳のにそに、そのパリの結構名門みたいなところに入るんやけど、<う>学校にね。で、まあ、素数字方程式っていう、なんかそういう学問、数学のまあ分野に関する重要な発見をするんですよ、はい、ガロアは。で、それを、その論文を、えー、そのフランスの学士院っていう、その数学のこう、まあ、なんていうかな、えー、論文とかを発表する、すごいこう、有識者の集まるバー、 で発表してもらうためにルイ・コーシーさんっていう数学の権威のある人にそれを託すのよ論文をこ,これ発表してくださいって言って天才の17歳の天才はその論文を渡すんだけど当時はその数学がそこまで多分こう重視されてないっていう背景とかあと若手がすごいまだまだこうなんていうかななめられてる時代はい、はい若,まあ、若造がとそう大したことないっしょってことでうん、うん、このルイ・コーシーさんっていう人は、まあ、すごい権威のある数学者なんだけどなんか論文なくしちゃうねん これなこれがもう腹立ったわ初めて聞いた時そうなくすのよでああごめんごめん,ごめんみたいなことになってごめんやないよガロはは,ーはーってなって17歳のガロは <laughs> なんやねんそれってまあ思うねんなで、うん、そういうまあえっ、ー、と体制的なそういう、まあ、学問の世界のこう偉いさんたちと若手のこのいや数学を盛り上げてこんなことが発見できるぜってこう熱くなってるガロってのはすごい温度差が、まあうん、あんねんなまずね もう社会情勢がそういう宗教とか保守的なあの空気があるから、数学自体もちょっと軽んじられてたんだろうね、その時代は。で、その後またね、えー、論文をもう一回めげずに書くのよ。で、また別の、えーと、そのフランスの学士の審査員みたいな人に、うんえー、またね、その論文を書いて、また別の論文書いて提出すんのよ。 でまた提出すんねんけどこれ絶対発表してくださいこれすごい発見なんでーって論文提出すんだけどまたその別の審査員の人は、えー、この人はねたまたまねあの休止してしまうねんなんその会議が始まる前に、うん、で、えー、プラスそのなくしちゃうねその死ぬし周りもなくすみたいな最悪やほんまにその時にも多分きっ,ときっとすごい発見をしてるんやで、ね、だけどもうガロワはもうなんなんこれっていうその、うん。 自分はいろんな発見をしていろんなことをまあ論文にしたためてあの大事なことだからこれは論文あの学会で発表してください出すんだけどそういう風にまあ見舞われてしまう、うん、ですごいこういろんな鬱憤が溜まってる状態なのよガロワは、ね、ガロは自身がそで,そ,で,でそんな時に1829年のことなんですけどえーとね11年に生まれだからこの時は10 ま189歳,18歳ぐらいかなぐらいの時に、まあうん、お父さんがね自殺するんですよ。あはははいはい、はいというのもそのさっき言ったように国全体が教会とかそういう宗教的な考え方保守的な考え方ですごくこう固まってる時代だから例えば自由に行きましょうよとか、うんえっと、いろんな人が創作していろんな人がいろんな絵を描いてもいいじゃないとかいろんな詩を。 読んでもいいじゃないっていうこう主義な人自由に行きましょうよっていう主義な人っていうのはすごく弾圧されてた時代や、ねはいはい、ありまほどそうでこのガロアのお父さんっていうのは学校の校長先生をやった後に町の町長さんになるんだよな、うん、でこの人はすごい自由主義な人ですごいこういやいろんな詩を作ったりいろんなアート文化もやったりみんなで自由に行きましょうねってやってる行為自体が あのー、その、教会のね、関係者とかからすごく目について、めちゃくちゃ嫌がらせを受けるんですよ。<ー>めちゃくちゃ嫌がらせを受けるで。で、それで、父親はそれやんじゃって、精神をやんじゃって、結局自殺してしまうね。で、これがもうガロアにとってすっごいでかい出来事で、<う>ここから数学者ガロアっていうのは、革命家としての道を歩み出すど。どんなジョブチェンジやねん。 <laughs> そうここでまあ、数学者では、まあ、引き続き数学者であるんだけど革命家として「なんだこれ!」って言って政治活動がものすごく盛んになりだすねガロア自身。で共和主義って言ってまあ、今でいうまあ民主主義に近いようなみんなでこう共に輪、えー、を作って生きていきましょうよっていうその詳しいこともわからないですけどその。 王様が絶対だ、宗教が絶対だっていう考え方よりかは、まあ、大衆的な。そうそう、みんなで、あの、手を取り合って生きていきましょうよっていう、共和主義っていうものを掲げて、めちゃくちゃこう、街中でね、例えば、暴れたり、政治活動いっぱいしたり、まあ、デモみたいなーものがいっぱいすんのよ。で、そんな荒くれた生活もしてるし、もともとさっき言ったように論文をなくされたり、上のその、あの、体制の人たちにすごい嫌がらせを受けたりとかする。 嫌がらせというか、まあ、内し症にされたりするっていうので、何度もガロア自身が揉めまくんのよ。学校の人とか、そういう、えー、社会的な人たちと。だから、学校も何度も追放されたりとかして、もう一回別の学校入学したりとかもいろいろ繰り返して、結構荒れた、あの時代を過ごすのよ。このガロア自身は。で、その終盤にこのさっき言ったのは政治活動でうわーって暴れてたら、途中で、そのね、いわゆるまあ、愛国者っていうか、こう、国の人たち、 ですよねその主義あの、うん、いや日本あうちの国はこういう主義なんだからこうやってやっていこうぜっていうその教会とか宗教的な考え方とか保守派の人たちに因縁みたいなのをつけられんねんな、うん、あのちょっと女性絡みのなんかいやお前がちょっとさ声かけた女の女の人はあののうちのこいつのなんか嫁やけどみたいなまあそれは結構諸説あってあそもそも。 トラップだったんじゃないかとか言われるなそう罠だったんじゃないかとかいろいろ言われがあるんだけどそれで、えー、因縁つけられんねんそしたらガロはもう,もうめちゃくちゃ熱くなってもう政治的な活動もグワッとピーク来てるからあのブチ切れちゃうのよそれに対して。まあなで揉めるんだけど当時はだから政治法律も違うやろうから当時だからそれがあったんやろうけど。 じゃあお前決闘なって言われんねん。この愛国者たちに。お前決闘しようぜって言われん。ガルアはそれを飲んでしまうんですよ。おお分かった。じゃあ決闘したろうやんけって言うね<ー>で、この決闘が決まった瞬間にガルワは急いで家に帰って一枚の手紙を出すんですよ。その手紙には僕には時間がないっていう言葉からスタートして ずっとその、ガロアがずっと提出したかったいろんな論文とかあるいはいろんな自分の数学的な発見っていうものをそこにグワーって殴り書きのようにグワーって長文のその理論をブワーって書き続けるのよ、ガロア自身が。で、えー、それをブワーって書いて、その、その時に書いた、その時に書いた理論がまあガロア理論なんなかさっき言ってた。なるほど。 ガルワ理論そのものやねんけど、そのガルワ理論をブワーって書いて、その手紙をバーって、あの、したためて、自分のその、親友とか友人だとか、あとはもう本当に本当に信用できる数学の有識者の人たちに、バンバンバーって投函すんのよ、その手紙を。で、その足で決闘に向かうのよ。すごいよな、このな、時間の、そう。 急に人生のね、この、なんか燃えたぎるね、情熱をそこに全部注ぎ込んで、その決闘に出向いて、そしてガルワは、そのさっき決闘申し込まれた相手に、銃弾を胸にもらって、死ぬんですよ。ああ、運命のいたずらでこんなもん。そう。この時、ガルワは、二十歳なんですよ。若いねんて。これい。若すぎんねんて、これ。これがすごいんですよ。もう意味わからん。 死の間際、ギリギリまでそのガルを理論を書いて、彼は決闘を、まあ、受けて、まあ、男に濁わないってことなのは自分で言って、その銃弾を受けて死ぬ。しかもそれはたった、まあ二十歳。まあ、え厳密と21歳になってたかなってなかったかみたいなことをやねんけど、あっっけまあでも二十歳なのよ。というのも、この後の,その死の間際、この瀕死の状態の逸話があんねんけど、<お>そのバーンって撃たれて倒れた。で、 うんその瀕死の時に弟が駆けつけんねんな <laughs> 弟がでその弟が「兄貴!」ってことでその死にかけてる兄貴を抱きかかえてこうあのー、まあ部屋みたいなところに連れて行ってもう最後のこう別れみたいなこうところを迎えるんやけど<ー>ガロアはその弟に向かってこう泣くなともう泣かないでくれとあの二、ー、十歳で 死ぬ俺っていうのはありったけの勇気がいるんだぜっていうことをその弟に伝えるんよな。でまあこの言葉の意味っていうのはなんかもう深すぎてもうなんかわからへんねんけどまあ俺はそのいろんな信念があって でまあ短くして死ぬんだけれども俺は自分の信念に対してまっすぐ生きて死ぬんだから勇気を持って俺は旅立つからそんな泣かないでいいよっていう意味もあるし、うん、弟に対してお前もあの長さじゃなくてこう何て言うんかな自分の信じた道信念を貫いてお前もこれからの人生を生きていけっていう,こう応援のなんかこう意味合いも含まれてるのかなとか俺は考えて。 ま、その言葉、その二十歳で死ぬにはありったけの勇気がいるんだぜっていう、あの、ま、言葉が残ってるから、ま、ガロアはその時二十歳で亡くなったっていう、こう、ま、史実になってるんやけど、ま、これが、ま、ガロア理論を、ま、完成させたガロアの激動の、ま、たった20年ですけどね。たった20年なんだけど、20世紀21世紀に多大な影響を与えるガロア理論を、ええ、まあ、 完成させたというかまあ、作り上げたこのガロアのもう激動の情熱の熱い熱い、まあ、人生なんですよしかもこれがだから俺最初聞いた時にほんまに足掛け10年ぐらいでまあまあ若くして死んだにしても356とかかなと思ったそうねこんな3年ぐらいに超,そ<う>超激熱な<え>で俺がすっごいもうガロアもうかっ やばーってもうすごいと思ったのは、うん、その先ほどもずーっとまあ冒頭から言ってるんですけどガロアっていうのはねまあ大きく言うと宗教とか神様とかとまあ、戦った言うたら数学者なわけやんまあでもそういそういうなんかこうまあいろんな神様の仕業とかいろんなことはあるけれども、うん、あくまでも、えー、学問で物事を見ないといけないでしょってことを訴え続けたまあきっと人だって んでしょうね、ガロアってそれがすごく色濃く残ってるのがその部屋で最後見とられる時弟にこう見と見取られる時にガロアっていうのはあのー、まあ街でこう騒ぎになってるからとあるね牧師さんがコンコンと入ってきて、まあ、最後のまあお祈り私がしますよってことで牧師さんが入ってきてんって入ってきたんやけどガロアはこの死にかけもう自分が間もなく死ぬっていう状態にもかかわらず牧師に向かって出ていけと今すぐこの部屋から出ていけ。 僕は数学者だ。自分が穴上へ行く、自分が死ぬのに、神の力は借りないよって言って、牧師を部屋から追い出すんですよ。もう、かっこいい。強い男やろほんまに。この死の間際まで自分のポリシー、自分の信念、自分の信じてるものを貫き通すっていう、この精神力っていうものが、まあ、それこそが、まあ、ガロア理論っていう、まあ、 学術的にすごいことなんだけど、それを強い強い精神が支えてるっていう、いこのね、かっこいい、この、なんていうんだ数学者なのに、もう一周してロマンチックっていう、このね、 バチクソ、かっこよくないこれだってこの物語って数学者の物語ってホンマヒューマンドラマやもんないやホンマヒューうんそうねヒューマンドラマこれ映画になっててもおかしくなさそうやねんけどなそうなんですよエヴァレスト・ガロワはなぜか映画にはなってないんですよなってんかもしれんけど有名な映画になってないんよななってたら知ってそうやもんないやこのね俺部分を聞いた時にもうはあもうかっこいいその、その人ってやっぱり命 の、瀕死の状態になったら、ちょっと神にすがっちゃうやん。絶対すがるよ。なあ、もう、絶対そうよ俺、俺とかマー君なんてな、うー、もう、うか、もう最後、神の前に、<laughs> ごめんごめんごめん、嘘やんか、神。神ちゃん嘘やんか、すーあん時、けあのそんなん上手決まってんじゃん、そんな。だけど、ちょっと今回はさ、魂の、なんかそういうのはなんかあるんでしょなんか映画にしてよ。しでしょ <laughs> そうそうって思うところをガロワっていうのは最後まで、 貫きとした無心論者<ー>無心論者かどうかは分からないけど、まあ、言ってみればそういう学術的なこととか学、えー、数学者として、えー、貫く自分はあのー、数学に生きた男なので神様の手は借りないよっていうそういう世界の人には借りないよっていうこの完成しきってるこのなんていうんかなうん一人の人間のこのブランド力っていうんかなめちゃくちゃかっこいいから。 いやもう絶対そ,それはお前ガロアになりたいいって言うわいやそう <laughs> そこがね、俺、ガロア憧れてんのよ、もう大好き、ガロア。でもな、いやそ、そんだけ信念ある人間ってやっぱり、うん、うん、なかなかおらんから、まあそのな、いろんな過去、偉人、いろんな話してくれたけど、うんまあ、ことさら若いし、若い。うん。すごいわ。うん、で、死に方もちょっとな、うん、辛い死に方やし、いわゆる。 まあ血統っていうものがどういうものやったんかもねその当時のものやから今ね俺もよくわからないけどまあそうやな血統罪ってあるもんな、うん、そう,そうでもだから合法的に、まあ、人を殺せる方法やったんやろね当時ねああいやだからそれに立ち向かって最後まで熱く生きたっていう、まあ、ちょっとまあ切あれすぎとは思ったけどね俺ちょっと <laughs> ああガロア時代も <laughs> ちょっとそんな切れんでもっていうその <laughs> ちょっと一回そこは落ち着いてさ <laughs> まあでもそれも若さんん若さやってそまあ若さなんやな。うん、でも逆に言うとその時の勢いがなければ多分ガルワ理論を多分書き上げて構築できてなかったし。そこはねその、そこやねんな。もしそれがなー普通になんなく生きてたらもしかしたらガルワ理論をその年で提出することはできなかったかもしれないという。そうやなで。提出するタイミングを逃して普通に事故で死んでる可能性もあるから。 まあね。これはほんま運命のうたずらよ。まあ数奇な運命というかね。ほんまにすごいかっこいいんですよ。まあ、いや面白いこの人。ほんまに。ちなみになんですけども。うん、まあ一応そのガロア理論というのはまあ彼のまあ遺作というかまあ異論になるんやけど。あの千八百三十二年、三十二年に。その。まあ論文をまあ送るんやけど。当時は。 まあ誰も理解できひんかってんてやんなもう先の先を行き過ぎて数学の世界の。うん、で後に50年ぐらい経って1870年頃にやっとその、まあ、解説本というかそれをガロア理論っていうものはこういうものだよってことを一冊の本にまとめてまあ刊行されて、まあ、やっとあの世の中の人がこう理解するに至るんだけど、まあ、それぐらいこう先を行ったまあ人だったらしいんですよねすガロアというのは。 でもっと言うとちょっとこれつながるなーってい,、まあ、いつもね毎度毎度俺の個人的な試験なんですけどもあの渋沢栄一さんっていうでしょううん、うん、新しいう、2024年の一万円札になる人あの人の「論、ま、語、あ、とそろばん」っていう本があんねんけど、うん、あの人の本の中にもまあなんていうんかな、えー、あの人の子どもの頃の話やなだからまあ江戸時代のギリギリの人やから多分ギリギリ江戸時代なんかな。はい 一応渋沢栄一さんの子供の頃やから、うん、なんか家で。不吉なことがなんかたくさん起こったり、不運なことがあると。まあ当時ってやっぱりこう、いたちのし、いたちじゃない、ごめんなさい。えっと、何かの呪いだとか。うん、えっと、そう、過去になんかこう悪いことをして、その時のこう。なんというか、先祖の悪さがこう、今に、今に。なんか影響を及ぼしてるとか。 そういうね、なんか悪魔の仕業だみたいなことがあるやんか。で、それでお祓いみたいな人がやってきて、こう、お祓いするみたいな、まあ、ことがよくあった、よくあったんだって、その当時はね。まあ、今でもあるやろうけど、ただ渋沢栄一少年は、その当時から、んっていう、なんか、そういう、うーんー、なんて言うんかな、呪い的なこととか、そういう、なんかこう、よくわからない霊の仕業とか、 言ってしまっていいものかっていうことを言うのよその家族とかそのおはいに来た人に対しておうおうおうそんなもので片付けていいのかとそうこの罰当たりな子供めっていうことですごい怒られたりとかもするんだけど、うん、渋沢栄一少年はその少年の頃からいやとそんな、あのー、根拠のないものっていうかなその学 非科学的はいわゆるな、うん。そう。非科学的なもので、解決しようとするべきじゃないんじゃないかってことを、まあ、強く訴えて、気持ちを貫き通す。まあ、結局、子供の言ってることやから、まあ、跳ねのけられて、こう、なんかうまくならないんやけど、その当時のことを回想するね、その文章が出てくるのよ。えー、俺、そこの、その信念、その神様の幸せだとか、なんか、あのー、非科学的なことっていうか、 不明確なものを不明確のまま終わらせたくないっていう信念が俺はこの「秀才一」こガロア」がすごく通じるものがあれそう俺すごいねそれはねなんかつながったかっこいいなんかこう人間その知性とか知能っていうものでどこまでもあの解決しようとするこの 人間たる人間が人間たるゆえんのこの一面っていうんかなそこがね俺すごく好きで感動するんですけど<の>渋沢栄一もねそのあるがままを受け入れるんじゃなくてどっか懐疑的で常にあり続けるというのがやっぱり天才たるゆえんかもな。 そうなんかな、うん、まあそうねそうなんかそう考えるっていうことが大事っていう神、うん、腰は「ザ」とかって終わらせてしまうとそれで終わりやからな<あ>、うん、どこまでも考えましょうよっていう、うん、なんかその姿勢っていうのは俺はガロアと渋沢栄一に通じるものがあって俺がすごくなんかすげえ人こういう人になれたらなってよく思う、まあ、ことなんですよね。後天的に今からそういう人間になるのは難しいやろけどな いやいやまあでも最終的なところは分からんけどまあまあそうやって考えて、えー、うん人間が人間なりに答えを出,し出そうとし続けることが大事なんじゃないかなと思うけどねもうほんまにじ受動的に生活するのではなくて能動的に自分からっていうのはきっと大事だね、うん、だって江戸時代なんか地震はもうナマズの仕業って言われててね <laughs> ほんまやな ああだってそんなん言いだしたら何も進まんからね,らからねとは思うけどな確かにうんたぬにばかされたとかさそう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 むちゃくちゃですからそんなことをねまあいやーいね時代もそういう数学者とか学者とか科学とかがね世の中をこうこう発展させていってるっていうのは、うん、学問って大事だなってほんまにそうやね,強ね勉強しましょう勉強しましょういや本当にあの聞いてる学生諸君 <laughs> 今からでも間に合うかもしれない、東大目指そう。はい <laughs> まあ、マークはね、ちゃんと勉強してきたタイプですから、あれですけども。と <laughs> ういうちょっと長くなりましたけれども、これが今回、ダブルジュニシリーズで今回、俺が話したかったエバリスト・ガロアの、うんえー、反省でしたということで。はい、ありがとうございましたた語っていただきました。 よかったら、ね、皆さん調べてください結構ねあのだいぶかいつまで喋ったけどほんまものすごくいろいろあるからそう当時あのガロア理論をガロア理論そのものを調べただけどもうマジでチンプンカンプやったそうガロア理論バリムズイからあれを200年前にやってるのも意味わからん軍論って何っていうもう全然意味わからんからでもまあそこはそんな大事じゃなくて、うん、まあ俺はこう生き様というかねあの人の信念がかっけえ だからいつものな天才だけでなくちょっと人生も乗っかった思想もあったガロンですそうなんですよねいやほんとにねご清聴ありがとうございましたいいやというわけで今日もありがとうございました熱く語ってありがとうございましたねはいじゃああの多分熱く語ったんで汗かいたと思うんでもう一回風呂入ってそうですねもう一回入んねや俺静かじゃんばりのね汗流していただいてねわかりましたいやありがとうございました岩野はいありがとうございましたじゃまたよろしくお願いします はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、今日のお相手は桜井と岩野でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ嘘っぽい。<laughs> <laughs>